はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は中国広州卸市場でなかなか行かないエリアについて映像でお見せしながら紹介したいと思います。まずは広州品館という我々のベース基地、私や生徒さんが広州ツアーに行った際に宿泊する元国営ホテルの客室からの眺めをお届けしています。では早速高級タクシーハイヤーに乗って花徳へ向かいましょう。広州の花徳というのは広州白雲国際空港という空港の周りに広がる工場地帯です。この花徳並びに一つ南側にある白雲区の工場地帯はなかなか卸市場ツアー中に行くことがないエリアです。工場地帯ですから直接知っている工場があれば我々のように商談に向かったり工場の見学をさせていただいたりするわけなんですが、無論いきなり一元さんが行くようなエリアではないからなんですね。今回は革製品の工場をお邪魔しましたので、その内部の様子まで一緒に見ていければなと思います。今ご覧いただいているのが工場の玄関で、こちらが内部になります。多くの職人さん、従業員の方がいろいろな機械を駆使してお客様の注文に合わせた商材を作っている現場です。なかなか現場見る機会ないと思うので非常に興味深い映像かなと思います。各有私も普段は店舗だとか販売ショップのフロントで店員さんと交渉したりすることはあるものの、毎回毎回工場に行っていろいろと話し込んでいるわけではないので非常に興味深く現場を拝見させていただきました。さて工場見学の後はもう一つ現場をお見せしたいと思います。植物園という駅があるのですが、その駅の近くにある写真撮影スタジオにもお邪魔しました。ここで働いている人たち皆さん大学生かなってぐらい若い人たちなんですが、新進気鋭と言いますか、皆さん本当に写真に対して熱を持って情熱を持って撮影されている方々なんですね。今一緒に私と撮っている方はマネージャーの方、セールスマネージャーの方なんですが、生徒さんももしこの写真撮影所直接行ってみたいという方がいらっしゃったら私にお声掛けいただければ幸いです。今回たまたま中国で見つけた商材を一つのサンプルとしてどんな感じで撮影するのかというのをお見せいただきました。こちらは別のお客様の商材になるんですけれども、私が今回持ち込んだ以外の商材の撮影風景も合わせて拝見させていただきました。このような形で皆さん若い人たちがああでもないこうでもないといろんな光の当て具合とか撮影の角度を試行錯誤しながら一生懸命丁寧に撮ってくださるようなスタジオで、とても好感が持てます。さてちょっと一服しましょうか。こちら越州公園です。広州品館、広州ホテルから地下鉄ですぐ行ける場所なんですが、卸場巡りをしている際は毎日バタバタしているのでなかなかこういった場所を来る機会もないかと存じます。自然に囲まれて散策している人たちの表情も穏やかで、もし時間があればぜひ来ていただきたい公園が越州公園になります。もともとはボートに乗りたくって地元の友人、中国人の友人とここ訪れたんですけれども、ボートはまあやめとこうかなと、ただ散策をしてゆったりして時間を過ごしました。今ご覧いただいているようなボートもあるんですけれどもね。さてそんな感じでまったりとキオスクを眺めたりしているうちに、皆さん耳を澄ましていただくとなんか聞こえてきませんか。ちゃんちゃか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 、
チャンチャンチャカチャンチャカチャカチャンチャチャカ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 チャンチャンチャンという音楽を後に、甲州タワーからさらに東に進んだところにあるパーティーという怒号エリアに行こうと思います。怒号というのは中国語で成金という意味なんですが、中国甲州の中でも最も高価なバーエリア、テラス席だらけのバーエリアに向かいます。今ご覧いただいているビルは受光新城という金融街で、甲州タワーもここから見ることができるんですが、目の前に広がっているのが受光という川になります。生徒さんと宿泊する甲州ホテルから受光クルーズという船が出ていますので、その船に揺られて甲州タワーまで行き、その後とても短い路面電車のようなもの、先ほど映像でお見せした私が友達と乗っていた電車ですね、に乗るとすぐにこのパーティーというエリアにたどり着きます。今ご覧いただいているのは一人カラオケボックスです。なんだこりゃと思いましたが、今は日本でもこういう一人カラオケボックスみたいなのってあるのかもしれないですね。中国ではこの電話ボックスみたいなところに友達と入ってカラオケする人結構見かけます。さて、偽物のドラえもん、偽物のピカチュウ、偽物のカカオクマ、中国産の様々な偽物のグッズを UFO キャッチャーで撮ることができます。そういえば先ほど怒号、成金という言葉を使いましたが、甲州は先ほどお見せした金融ビル街、受光新城などの地価がこの10年20年で何十倍も高騰したので、もともとその場所に田んぼを持っていたような人たちで自動的にめちゃめちゃ大金持ちになったんです。このパーティー、パーティーピアというエリアは比較的若者向けのエリアなので、そのお金持ちになったお父さんお母さんの子供たちがこのエリアで食事をしたりするっていうパターンが多いみたいですね。もちろん若者だけではなくて、でカップルだとかご夫婦だとか多くの人がこの場所を訪れて、受光や甲州タワー、対岸の受光新城のネオンを眺めながらまったりとカクテルなどを飲むような場所です。甲州ホテルからだと船を使って行っても地下鉄を使って行っても40分以上はかかってしまうエリアなので、生徒さんと訪れたことは未だないんですが、ぜひまた甲州ツアー再開する際は延泊していただいて案内させていただければなと思います。そして最後のエリアとなりました、リーワン広場というシルバーやアクセサリー市場があるんですが、そのリーワン広場から最寄りの駅に歩いていく途中にあるこちらの公園、夜狂劇やっていたりします。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。